トモキャです。よろしくお願いします。動画のコメント欄なのでキーボードに関する質問は随時受け付けていますが、最近キーボードの購入に関する質問がとても多いです。キーボード人口が増えようとしているんでしょうか。それはとても嬉しいです。ただですね、質問者の多くは今後バンドをやる予定で、いわゆるポータブルキーボードの購入を考えていました。最近のポータブルキーボードは安い、軽い、高性能なんですが、バンドの中で演奏するよとなると、ちょっと待ってとなるんです。ということで今回の動画ではポータブルキーボードがバンドに向いてない理由をお話しします。もちろん用途によっては素晴らしいものなんですが、バンドをやっていくためには基本おすすめできません。いろいろとお話ししていきますので、どうぞお付き合いください。まずポータブルキーボードとはどんなものなのかお話しします。ポータブルキーボードは名前の通りポータブル、持ち運びがしやすいキーボード、鍵盤です。具体的な商品名で言いますと、ローランドの GO キーとかヤマハの NP シリーズなんかがポータブルキーボードに当てはまります。持ち運びがしやすいキーボードのことを全てをポータブルキーボードとは言わず、性能のことも少し絡んできます。ポータブルキーボードとは一般的に言いますと、シンセサイザーよりは性能が落ちるけど、持ち運びがしやすくて低価格な手軽なキーボードのことを言います。じゃあシンセサイザーってなんやねんってなると思うんですけど、こちらも超ざっくり説明しますと、いろんないい音が出せる高性能な何でもできるキーボードです。ポータブルキーボードはそんな何でも屋さんに比べると結構乱暴に言ってしまいますが、あらゆる面で劣ると思います。そんなポータブルキーボードは冒頭でもお話ししましたが、バンドで使用するためには少し物足りなさがあるんです。下手するとバンドでは全然使い物にならないなんてこともあります。値段も安いので初心者の方は手を出しやすいんですが、はっきり言ってやめておいた方がいいんです。全てのポータブルキーボードの性能を把握しているわけではないので、そこはご了承いただきたいんですが、大体のポータブルキーボードはこういうところが物足りない、こういう機能がない、でもバンドをやるときには必要なんだというお話をしていきます。それではここから大きく分けて4つポータブルキーボードができないことをお話ししていきます。まずは音作りに関することです。キーボードやシンセサイザーにはプリセットと言いまして、あらかじめいい感じに設定された音が入っています。それらを選んで使うだけでも十分な時もあるんですが、このピアノの音をもっと硬い感じに変えてみたいなとか、オルガンの音をもっと歪ませたいなとか、いろいろと音を変化カスタマイズしたいななんて思う時絶対あると思うんです。こういう音を変えていくことカスタマイズすることを音作りと言いまして、ポータブルキーボードでもできなくはないんですが、めっちゃ自分好みにがっつりできるというわけではないんですよね。自由度が低いと言ってもいいと思います。その点シンセサイザーだとそれはそれは詳細にできるんです。リバーブエコーをかけますとか、音の硬さを変えますとか、すごく自由にできるんです。こういう音作りってバンドをやっていく中ではめっちゃ重要なんです。例えばピアノの音一つとってもコピーする曲によってピアノの音の感じって違いますよね。リバーブがたくさんかかった音だったり、とても柔らかい音だったり、絶対様々あると思うので、コピーする曲に合わせて音を変化カスタマイズすることは大事なんです。いや音にそんなこだわりないんでっていう方もいるかもしれませんが、今はこだわりがないかもしれませんけど、長くバンドを続けていけばいくほど確実に音作りをやっていきます。そうなった時に買ったのは音作りができないキーボードだったとなるのは後悔しちゃうと思うんですよね。というのが1点目、音作りに関することでした。続いて出せる音色の種類についてです。ポータブルキーボードのホームページなどを見ていると、何百種類の音を搭載なんて書かれていて、たくさん音が入っているんだななんて思っちゃいがちですが、それでもシンセサイザーに比べるとやっぱり少ないんですよね。特にシンセ系の音はポータブルキーボードにはあんまり入ってないと思います。サカナクションとかで使われてそうなモワーンとかビヨーンみたいな音です。サカナクションに限らずコピーバンドをやるときって本当にいろんな音が必要になるんですよね。どんな曲をコピーするかにもよるんですけどね。最近の J-POP はもう本当にいろんな音が入っています。コピーをするときに必要な音が入っていなくてできないなんてことになるともうどうしようもないですからね。仮にポータブルキーボードに必要な音があったとしても、搭載されている音がそのまま使えればいいですが、もう少し自分好みの音にしたいとなった時には、先ほどお話ししたようにやはり音作りをすると思うんです。そうなるとやはりシンセサイザーがバンドには向いているんですね。続いて音質に関することです。これまたポータブルキーボードのホームページにはこんな風に書かれていると思います。プロクオリティの音質、パワフルなサウンド、おおすげーってなりますよね。確かにポータブルキーボードのコスパはいいと思います。この安さ手軽さでこんないい音が出せるのかと僕も正直なります。ただやはりそれもシンセサイザーと比べてしまうと音質は劣るんですよね。値段が全然違いますから劣るのは当たり前なんですけどね。そしてそのポータブルキーボードの音質だとバンドの中で使うにはちょっと物足りないんですよね。
バンドでは全く使い物にならない音質とまでは言いませんが、やはりポータブルキーボードはバンドの中で鳴らすようではなく、お家で一人で楽しむようとして作られていることがほとんどだと思います。別に音質とか気にしませんとか言われちゃうとそれまでなんですけど、やっぱり安いキーボードの音はそれなりの音質になると僕は思います。そのキーボード単体で鳴らす分には問題ないかと思いますが、ギター、ベース、ドラムなどと一緒に鳴らした時にはキーボードの音が抜けてこないというか負けちゃうと思うんですよね。この点は少しイメージしにくいかと思いますが、ポータブルキーボードの音質はシンセサイザーに比べると良くないです。最後です。ライブ向けの様々な機能に関することです。ポータブルキーボードはライブで演奏することをそこまで想定していないので、ライブ向けの便利な機能が搭載されていない場合があります。ライブ向けの便利機能と言いますと、例えばキーボードの鍵盤のうち、ここからここまではピアノの音、ここからここまではストリングスの音というふうに音域を分けたり、ボタンやノブなどのリアルタイムな操作で音にエフェクトをかけたり、鍵盤の横についているピッチベンドというもので音程を微妙に上下うねうねさせたりなどなど様々ありますが、シンセサイザーでは当たり前にできることがポータブルキーボードではできないなんてことがたくさんあります。一応こういう機能はなきゃないでなんとかなる場合もあります。キーボードが2段使える状況なのであれば、先ほどの音域を分けるという機能も不要かもしれません。ただ初心者の場合だとそもそもキーボードを2台持っていないなんてこともあると思います。っていうかライブにキーボード2台も持っていけないよっていうこともあると思います。またピッチベンドはシンセ系の音で音に表情をつけるためには必須なので、やっぱり機能としてはあった方が絶対に便利です。曲のコピーをするときに弾くのが難しいからできないではなくて、その機能がないからできない、どう頑張っても演奏不可能というのはなんか悲しいですよね。という感じで4つ目、ライブで使う機能に関することでした。とこんな感じで全部で4つお話しさせていただきました。細かい音作りのこと、音色の種類のこと、音質のこと、ライブで使う機能についてでした。ポータブルキーボードはやはりバンド、ライブにはあまり向いていません。ここまでご覧いただいた皆さんからすると、こいつはポータブルキーボードに親を殺されたのかっていうぐらい下げまくってますが、もちろんポータブルキーボードが嫌いなわけではありませんし、悪いものというわけではありません。冒頭でお話ししたようにバンドでの使用以外であれば、むしろポータブルキーボードが適している場面もあります。勘違いしていただかないためにも、この適している用途についてもお話ししていきますね。ポータブルキーボードのいいところは何よりその手軽さです。値段、持ち運びのしやすさ、操作の簡単さなどなど、あらゆる面でシンセサイザーよりお手軽で扱いやすいです。なのでがっつりバンドをやりたいというわけではなくて、お家で軽く鍵盤に触れてみたい、なんとなく流行の曲を弾いてみたい、合唱や合奏の音程確認などなどを、こんな用途にとってはコスパ最強だと思います。余計な機能もなく音が手軽に出せる、しかも軽いのでどこに持っていくにも楽ちんですからね。わざわざ超高品質で高性能なシンセサイザーを買う必要はないという場面もたくさんあると思います。シンセサイザーは本当に高いですからね、お金を無駄にしないようにしましょう。でもやっぱりバンドをやるためにはシンセサイザーがあった方がいいんですよね。僕のこのチャンネルで話すキーボードっていうのは、やっぱりあくまでバンド向けというものを中心にお話ししていきます。初心者におすすめのシンセサイザーを紹介する動画も過去に作っています。よかったらこちらも参考にしてください。という感じでポータブルキーボードやシンセサイザーについていろいろとお話ししました。どちらかの方が絶対にいいということはありませんので、自分の使いたい用途、やりたいことをしっかりと考えて必要な機材、キーボードを選択していけたらいいと思います。散々ボロクソには言いましたけども、ポータブルキーボードをバンドで使ってもそれはそれでいいと思います。ただやっぱりできることは限られてくると思います。じゃあもうどれ買ったらいいか分かんないよってなりますよね。そんな方はどうぞ動画にコメントしてきてください。相談に乗ります。一緒に考えていきましょう。 YouTube 上に相談ことが乗るのはなんか嫌だ、恥ずかしいし、というような方は X やインスタの DM で質問してきても大丈夫です。どうぞお気軽にご質問ください。お待ちしてます。よければチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。